ベルスコープは、高校内の癌組織をスクリーニングする検査、診断システム。高校内に光を当て、組織の変異を指針で判別する医療機器である。アメリカ合衆国ブリティッシュコロンビア州にある LED デンタルにより製造販売されている。2008年に販売が開始され、2011年に本体をよりコンパクトにし、 コードレスタイプにしたウェルスコープ VX が発売された。患者負担の少ない簡便な検査法のため、従来の検査に加えた補助的なスクリーニングとして用いられ、高が癌の早期発見、早期診断に役立つと期待されている。日本では2015年3月に医療機器として届け出されている。 ベルスコープはブリティッシュコロンビア州癌局と MD アンダーソン癌センターにより開発された。高校癌の初期段階では、指針では病変組織の発見が難しい。ベルスコープは、規定膜にまで到達する波長を400から460ナノメートルの青色光を照射する機器であり、健康な組織は蛍光発光し青緑色に、癌組織や全癌組織は蛍光発光せず、 暗色に見える。これにより、肉眼での鑑別が可能となる。薬剤を一切用いない、可視光線症者のみの検査のため患者負担が少なく、従来の検査と組み合わせ補助的なスクリーニング機器として用いられる。アメリカ食品医薬品局やカナダ保健省から認可を受けている。日本でも、高校粘膜疾患のスクリーニングや、 扁平上皮癌や全癌病変への下下処置におけるサージカルマージンの設定におけるベルスコープの有効性を示唆する報告がなされている。ニューヨーク大学准教授のドクター、エエロスケルは補助的に使用する段階であると評価をしている。ワシントン大学教授で高校医学長のドクターエドモンドとルーラブは中等度から重度の形成以上や全癌病変に 関して、指針法単独の場合では68%の検出率であったのに対し、ベルスコープを用いた場合は100%検出できたと報告している。しかし全体的な評価としては、偽陽性率が従来法より高いとされ、前述の調査を行ったドクターエドモンドとルーラブも、特に高価な検査法でのスクリーニングの必要性がないと考えられる低リスク層に対し、 ベルスコープは安価な費用で検査を提供できるため、今までであれば見落とされるはずであった潜在的なリスクの解消に役立つことに意義があるとコメントしている。また、日本での報告では、スクリーニングとしての有効性を示唆する一方で、炎症との間別の不十分さ、全眼病変である白板症での識別の困難さ、高校領域の核粘膜の形態の違いによる見え方の違いなどの、 問題点を挙げている。ABCDE, New Oral Cancer Tests, Crucial or Waste Father, New York Times, http://www.nytimes.com/.2009/.02/.03/.helse/.03ca.htmlr="2010 <ッ><ッ>年2月23日閲覧」。 デンタルプロダクトレポートデンマットナウハンドリンググローバルディストリビューションオブベルスコープ VX ハット ABCD LED デンタルサイト http://www.velscope.com スラッシュ velscope.php ハット ABC 薬指示高し柴原高彦片倉明 高校癌を早期発見するためのトラレシャネルリサーチ第3回工学器具による高校癌スクリーニング法日本史家評論第70巻第3号評論パブリッシャーズ東京都千代田区2010年3月161から163ページ一瞬0289から0909雑誌コード06933から 3ABC 高木亮、上山伊夫 片倉明、高野信夫、柴原孝彦、高校眼スクリーニング検査における、ベルスコープの有用性、日本高校外科学会雑誌第55巻サプル、日本高校外科学会、東京都港区、2009年9月、123ページ、伊春0021から5163。野村岳、渡辺幸夫、関根道夫、女岳、薬師寺山本慎治、 高野信夫、柴原孝彦、蛍光光学機器を用いた、悪性、全眼病変における、サージカルマージンの設定、日本高校外科学会雑誌第57巻サプル、日本高校外科学会、東京都港区、2011年9月、95ページ、一瞬0021から5163。AB 松本香奈子、島本博士明、茅森高、小村健。 ベルスコープを用いた、高校粘膜病変の観察、日本高校外科学会雑誌第55巻サプル、日本高校外科学会、東京都港区、2009年9月、151ページ、衣春0021から5163。ありがとうございます。